きですよ。お父さんこの前言ってたこと全然違う。違うね。いや、可愛いですね、パパ。あ？え？聞いてないよ、お父さん。なんで急に？いいんだよ。決めたことだから。いや、待ってよ、やだよ。聞いてないし、そういうのって先に話してくれない？いいんだ、今言っただろ、もう決めたことだ。何勝手に決めてんの？そうだよ。でも、本当にちょっと忙しいから、ごめんなさい。真田さんと暮らせて私嬉しい。お姉ちゃんさっき嫌って言ってなかった？え、そんなこと言ってないし、瑞希こそ嫌って言ってたじゃん。言ってないよ。私の方は真田さんのこと好きだよ。